こんにちは、海進整骨院の田中です。今日はですね、顎の痛みを取る体操についてご紹介したいと思います。顎の痛みがあるとですね、ご飯を食べるときに痛かったりとか、ね、しゃべるのも辛かったり、辛いところですよね。その顎の痛みのですね、根本的な原因の一つでね、考えられるのが、こちらの肘の方ですね。肘の歪みが、顎の痛みと関係していることがあります。顎の歪みとですね、肘の歪みというのが連動していますので、こちらの肘の歪みが、ね、出てしまうと顎の方も歪んでしまうことが多くあります。ですので、顎ばっかりですね、治療してもなかなか治らないというのは、こちらの肘の方治療してあげると、歪みを正してあげると顎の歪みが正されて治っていきます。じゃあこれからですね、肘の歪みを取る体操の方を、ご紹介したいと思います。まずですね、痛い方の、肘を使います。じゃあ右ですね、右肘を使いますね。まず右肘を伸ばして、肘を曲げていきます。ここで曲げるだけ曲げてください。次に伸ばしていきます。伸ばしたら次は内側にひねっていきます。そしてまっすぐに戻します。次は外側にひねっていきます。戻していきます。これで1回終了ですね。これをですね、3回、まあ、できれば朝晩ぐらいですね、やっていただけると、効果的です。肘の歪みを治して、顎の痛みをしっかり取っていきましょう。